私の名前は？あ、それ私の。よかった、なくしちゃったこと。これがないとこの場所にいられなくって。路上ライブの許可書。最近そういうのうるさいから。路上ライブをやろうとしてたの、弾き語りで。でもいざ始めようとすると歌いたいって気持ちがしぼんでいくみたいで、勇気がないんだろうね。人前で歌ったり演奏したりする勇気が。わざわざ許可まで取ってやることが、ギター抱えたまま道端で突っ立ってるだけなんて。何やってるんだろう私。ごめんね。昔バンドやってた頃は普通に演奏できたんだけど。ああ、君もバンドやってるんだ。私も高校の時友達と組んでた。家とかスタジオでは普通に弾けるのに、ライブの時はいつも上がっちゃってさ。この違い何なんだろうね。分かってくれてる人が近くにいたからとか。君の参考になるかは分からないけど、今なら演奏できる気がする。楽器やってる人が一緒にいると思うと気楽っていうか、安心できるっていうか。よし、じゃあ。あ、やば、もう時間。ああ、バイト行かなきゃ。ごめん、出直してくる。ねえ、この辺りってよく来る？よかったらまた声かけてくれないかな。君の前でなら歌える気がするから。ありがとう。名前聞いてもいい？私はもう知ってるか。坂井彩香、大学生。ありがとう。そうだ、私の連絡先教えてもいい？楽器やってる知り合い今は誰もいなくって。また話ができたら嬉しいんだけど。我は汝、汝は我、汝新たなる欲望の共振をつかむ。それはすなわち我らに汝らの欲望の共鳴にさらなる成長。それじゃあまたね。
していますわ。
きっとモグラさんがいなくなったからのびのび育っているんですわね。そして元気なお芋を見ていたら私まで元気になってきました。男爵には本当に申し訳ないと思っていましたの。私ではどうにもならないことがあって、なかなか畑の様子を見に来れなかったんですの。でもこれからはなんとか毎日時間を作って畑を元気に保ってみせますわ。せっかく男爵がここまでして救ってくれた畑ですもの。それにいつまでもくよくよしていたら私らしくないですわよね。嬉しいですわ。でも無理は禁物ですわよ。ここは息抜きに来るところですわ。サインインが義務になっては本末転倒ですもの。いけない、大事なことを忘れていましたわ。まだお礼を言ってませんでしたわね。ありがとうございます男爵。やっぱり一人より二人ですわね。私だけではお芋を枯らしてましたわ。二人ならこうやってトラブルも乗り越えられますし、何より楽しいですもの。あら、お洋服に土がついてしまいましたわ。まあこの程度パパッと払っておけばよろしいですわね。
今のうちに青春を謳歌しておきなさいよ。料理人として自分の誇りを見つけるのは大事なことだ。まあそれを貫くのが難しくもあるけどよ。それじゃあまたね。何か飲む？勇気を出すって。何か飲む？君と出会わなければ多分今でも悩んだまま立ち止まってたと思う。Thank you.
あのね、これは実はね、いいわね。確かに男爵は私と一緒にずっと畑作りをしてきましたわね。とはいえ、お部屋に何もないのは寂しいですわ。仕方ありませんわね。こうなったら私が男爵の部屋をコーディネートして差し上げますわ。そうと決まれば、あちらにはダイニングテーブルを置いて椅子を2脚、こちらには植物を育てるシェルフを置きましょう。私もお世話をしますわ。Thank you.